燃える、平原寺は、1960年制作の、アメリカ合衆国の西部劇映画。クレア・ハフェイカー原作の小説、燃える、槍の映画化。白人とインディアンのハーフを、主人公とした、西部劇。ドン・シーゲル監督、エルビス・プレスリー主演。プレスリーは演技派に徹している。現代の意味は、輝く星で、インディアンは死を迎える時に輝く星を見るという。 言い伝えから。1878年、テキサス西部の牧場シュバートンは、妻ネリ、長男、クリント、次男ペーサーと共に暮らしていた。ある日、クリントの誕生日に婚約者ロズリンとその兄弟や、妹が招待されたが、その帰宅途中、バッファローホーン率いるカイオワインディアンの襲撃され、ロズリンの兄弟二人が殺された。数日後、クリントとペーサーは、ロズリンの、 父ドレッドの店に弾薬を買いに行った。そこで事件を知った町の人たちは、バートンが襲われないのは、身内にインディアンがいるからだと思い、彼らを白い目で見始める。実はネディも、カイオはインディアンで、ペーサーは、彼女とバートンの間に生まれたハーフで、クリントとは、異母兄弟だった。その後、バートンの家にドレッド率いる白人の一体が来て、味方になれと迫る。 さらにその後に、バッファローホーンが現れ、ペーサーを仲間に入れないと、牧場を潰すと脅迫してきた。彼らは、白人とインディアン、どちらの側につくか究極の選択を迫られる。やむなく、ペーサーとネディは、インディアンの野営地に向かうが、その木とロズリンの兄の銃撃を受け、ネディが瀕死の重傷を負い、やがて生きたえる。ペーサーは医者をよこすのに反対した白人たちに、 復讐を誓い、インディアンに加担することを決意した。だが、バッファローホーンは約束を破り、バートンを殺し、クリントにも重傷を負わせる。ペーサーは、クリントやロズリンが止めるのを振り切り、死を覚悟して、バッファローホーンとの対決に向かうのだった。ありがとうございます。